寄せ類作す吹きの野永です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様、お正月いかがお過ごしでございましょうか。特に学生さんなんかですね、やることがなくてちょっとダラダラ過ごしちゃってるなーっていう人も結構いるんじゃないかと思います。僕は動画をいっぱい今作っているところなのでちょっと忙しいんですけど、今日から、全4回にわたって今更野永の自己紹介、わー、なぜ4日なのかというと、僕を構成する大きな要素を4つの軸に、分けてお話をしたいなと思っているからでございます。4つの要素すべて動画では、一応出しているんですが、1つはまずサックス吹きということで、動画で一番前面に出している部分ですね。それから両生類というところですね。両生類サックス吹きとして、名乗っておりますが、こんな感じで女声っていうのをやってるんですけど、ちょっと今日調子悪いんでやめときましょうか。動画上では女声で歌ったりとか、よく投稿しております。そして3つ目はアニメですね。これはもう僕の人生のライフワーク、人生のライフワークって言葉が被っているけど、一生続けていくんだろうなと思っている趣味でございます。そして4つ目なんですが、ね、突然言っちゃうともうお気を悪くされる方もいらっしゃるかもしれないのであえて言いませんが、なんとなく僕の動画よく見てくださっている方はお察しかもしれません。4つのトピックで喋っていこうかなと思います。もう本当に4日間ダラダラ喋るだけの期待しないでほしい動画なんで、暇な時にご覧いただければと思います。ではよろしくお願いします。まず今日は、僕の人生の中でサックスに関わる部分を、お話しながら、この、クリームシチューを食べたいと思います。いいですか、とりあえずいただきます。中にチーズを溶かしてるんですが、ちょっと固まっちゃってますね。すくいながらいきましょうか。いただきます。昨日焼肉を食べたんですけど、ちょっとね、肉噛みすぎて顎が痛いんですよね。あー、これさえなければ最高の食事なんだが、うえー、あやー、危ない。いつまで伸びるんだい。よいしょ。うまい。では、サックスの話に入りまして、僕がサックス始めたのは中1の春ですね。中学校に入った時に、吹奏楽部に入って楽器を始めました。ただ中学校に入って、あ、吹奏楽部がある、入ってみようっていうね、全然前向きな感じではなかったんです。地元小学校も結構吹奏楽部がたくさんある地域にいて、実際僕が通ってた小学校も吹奏楽部があって、僕はもうその当時は音楽なんて全く興味がなくて、何が面白いのか全然わからないと思っていたんですが、たまたま友達は吹奏楽部に入ってるやつが、多くて、で中学上がった時に吹奏楽部入らないかと誘われたりしたわけです。しかし僕は本当に全く興味がなかったので、吹奏楽部に入るの全然乗り気じゃありませんでした。そんな僕に母親がですね、運動部か吹奏楽部に入りなさいと言ってきました。というのは当時僕は相当に太っていたので、部活でも入って体を動かして痩せなさいと、まあ吹奏楽部を体を動かす部活として考えているのは今思うとどうかという話なんですが、まあとりあえずそういうわけで進めてきたわけです。それこそ運動部なんて一切興味なかったので、もう実質的には吹奏楽部に入りなさいと言っているようなもんですよね。でしかも姉も中学で吹奏楽部やってたので、サックスじゃないんですけど、そういうのもあって母親は吹奏楽部に入れたかったみたいです。それでも僕はやっぱり全く興味がなかったので、ギリギリまで拒んでいたのですが、体験入部期間、4月いっぱいが体験入部期間だったんですけど、もうまあその最終日ぐらいにせめて体験ぐらい行ってきたらと言ってきまして、まあ、別に行っても入らなければいいだけだし、行けばとりあえずおとなしくなるかなという、そのぐらいの気持ちで、体験に行きました。同じクラスにいた小学校から友達だった、吹奏楽部に入るって言ってるやつがいたんですけど、その子と一緒に行って、トランペットを彼は小学校でやったんですね。とりあえずトランペットちょっとやってみようかっていう話になって、トランペットパートの人たちについていき、楽器をちょっと吹かせてもらいました。3年生の先輩に教わりながら、あの日のことは今でも忘れないですね。ひたすらソの音を吹かされていやー懐かしいな。ソの音をずっと吹かされて、3年生の男の先輩だったんですけど、まあ知らない年上の人だし、なんかずっと真顔だし、真顔で、違う、もう一回、みたいな。すごい真剣に見てくれたんですけど、もう僕は怖くて。結局その日はずっとその音ばっかり吹かされて終わりまして、で、翌日4月31日が、入部届の提出の
締め切りだったんですけど、まあ、その日は結局、入部届出さずに普通に家に帰って、よしこれで入部せずに済むぞ、ふぅっていうね気持ちだったんですけど、ちょうどその日が僕の家庭訪問の日だったんですね。で、家庭訪問に来られた先生に、母親が勝手に入部届を名前とか書いて出しちゃったんですね。いかにも入部します、もう決まってますみたいな感じで先生の前に出したんですよ。ちょっとそれは違うよね。言えなかったですね。もうね、見守るしかありませんでした。それでもう結局いやいやながら入部する羽目になってしまいまして、翌日5月1日新入部員として迎え入れられてしまいました。で、僕は体験入部の一番最後の日に、トランペットをちょっと触っただけなので、先輩からどうすると言われて、トランペットをやってみると言われたんですけど、僕は1時間半ずっとその音だけを吹かされたんだぞと非常に悪い印象だけがありまして、トランペットは嫌だってね、気持ちになってしまいまして、他の楽器に行きたいけど何か理由を探さないとなと思いまして、姉が大学のサークルでサックスをやっていたことがあって、ちょっと触らせてもらったことがあったんですね。そこで僕はサックスだったらちょっとだけ触ったことありますって言ったんですね。で、あ、そうなんだ、じゃあサックスパートもちょっと見に行ってごらんって言われて、サックスパートの練習してるところに行きました。そこでどうにかサックスの人たちに気に入られて、トランペットからおさらばしようと思ったわけですね。一回だけだけどサックス吹いたことあって興味があるんですと心にもないことを言いまして、ちょっとサックス、テナーサックス並べられて、どっち触ったことあるって言われて、ど素人なもんだから全然わかんないんですよ、どっちだったか。こっちですかねって言って指したのがテナーサックスでした。実際僕が触ったことあったのはテナーサックスで、まあ見事正解だったわけですね。そんなわけで僕は中1の5月からテナーサックスを始めたわけです。で、さっき言ったように僕の住んでた地域は小学校から吹奏楽部が結構盛んだったので、周りの人たちほとんど経験者で、まあ、言うたらみんな中学から始めてるけど一人だけ高校から入ったみたいな、ポジションですよね。まあ、そういう人が他にも2人いたんですけど、まあ、最初は周りの人たちとの差を、強く感じながら練習をしておりまして、で、僕のいた部活は結構人数が多くて70人前後ぐらい毎年いる部活だったので、夏の吹奏楽コンクールに出られる人出られない人がいたんですね。あの吹奏楽コンクールは中学校は50人までという規定があるので、20人ぐらいは出られない人がいるわけですね。コンクールに出る人たちはコンクールに向けた曲の合奏だったりパート練習だったりをしてたんですけど、それ以外の人たちはもう部活の始めと最後の挨拶の時以外は一切会わないような、コンクール終わるまでは本当にもう別々に分かれて活動していたので、あの何が起こったかというとですね、2年の時かなぐらいに発覚したんですけど、僕と同じ学年で、サックスパート男が他に2人いて、3人でまあ結構仲良かったんですけど、その2人がですね、コンクール終わって夏休み明けたぐらいに僕が入部してきたと勘違いしていたらしくて、そのぐらいも本当に別々に行動していたので、向こうは僕のことをあまり覚えていなかったらしいです。おかしいなぁ。部活の後一緒に帰ったりもしてたんだけどなぁ。おかしいなぁ。まあ、1年の時はそんな感じでもうやる気なく練習してたんですけど、2年生でですね、ネリベルっていう方が作曲した2つの交響的談笑という曲を、吹奏楽コンクールでやりまして、僕もコンクール出たんですけど、その曲が、まあ結構僕の好みにヒットしまして、で、その初めてもうたくさんの人に囲まれて、そのコンクールっていう舞台で演奏するっていう機会も得られて、ちょっと楽しいかもってなり始めました。そのあたりから僕はちょっとずつ、音楽のこととかサックスのこととか、まあ、楽器を演奏することとかに興味を持ち始めて、少しずつ、部活というかね、音楽に対するモチベーションが上がってきました。それでその年サックスでアンサンブルコンテストに出ようということになって、僕と僕の同級生の男2人と、1個目の先輩3年生の先輩の4人で、出ようということになりました。で、顧問の先生に相談しに行って、まあ、なんやかんやあって、その先生からこれやってみればと渡されたのがジャニーヌ・リュエフの、コンセール。中学生がやるにはかなり難しい曲でして、まあ、僕の周りは小学校からやってたような人たちばっかりだったんでまだ良かったですけど、僕はもう本当に初めて1年半とかで、
その曲にトライすることになりまして1楽章と6楽章やったんですけど、もうこんなん一生できないと思いながら練習しまして、テナーはですね後ろの方にちょっとむずい連符があるんですよ、まあ、必死こいて練習しまして、まあそこそこの成績をいただいたんですけど、また曲がですね、お聞きになったことがない方は聞いてみてほしいんですけど、わー、またこれまた僕の好みにヒットしまして、これいいなっていうかアンサンブル楽しいなとなりまして、そこで、サックスのアンサンブルに僕は、強く興味を持つようになります。でその後、まあ、中3は大したエピソードがないんでいいとして、高校もですね、吹奏楽部に入ろうと思って、まあ入ろうと思ったのがもう何を隠そうアンサンブルがやりたいから、吹奏楽がやりたいというよりはサックスのアンサンブルがやりたいからという気持ちで、楽器を続けることにしました。まあ、結局高校ではアンサンブルコンテスト1年の時に1回出たきりなんですけどね。でもう高校入った時の僕はもう見違えるように部活熱心になっておりまして、高1の確か6月ぐらいに作曲がやりたいと思って、作曲をやりたいという気持ちだけで、作曲に取り掛かり始めました。いきなり僕がテナーサックスやってたんで、テナーサックスのソロの曲をちょっと書いてみたいと思って書き始めました。まあね、そしたらまあソロの曲書くにはピアノが書けないといけないということになり、ピアノが全然書けなかったんですが、その頃からちょいちょい曲を書くようになって、学校の休み時間とかにも書いていたので、どうやら作曲してるイメージがクラスメイトからついていたみたいですけど、全くそんなことは知らずに、曲を書いていました。で、まあ、そういう曲を書いてるだとか部活に、まあね、自分で言ったらあれですけど熱心に取り組んでるみたいな評価から、演奏の時に前で指示を出したりするっていう機会をちょいちょい持たせていただくようになりまして、1年の冬ぐらいからだんだん僕が何か言ったことで演奏が変わって良くなっていくみたいなことがすごく面白いなと感じるようになりました。で、まあありがたいことに幹部になった時にはそういう合奏の時に前で指示を出したりとかするような立場にならせていただいたりしまして、それで大学でもとちくるって吹奏楽部に入ったんですが、そこがまた人数がすごい少なくてですね、僕が入るちょっと前にはどうやら栄えてたらしいんですけど、数年であれよあれよという間に人数が激減してしまったらしくて、僕の代が入る前には7人しかいませんでした。僕らが入って12人でした。それまで中学高校の吹奏楽部は結構人数が、十分いたので、全く感じたことのなかった類の苦労が、大学の吹奏楽部ではありまして、単純に演奏者が少ない、なんか演奏会をやったりなんたり、作業する時にも人手が足りない、お金もないと、まあ、そういうところでちょっと苦労する一方で、まあ、人数が少ないので一人一人がどういう人間か見やすかったし、人数が少ない分意見が割れたり揉めたりみたいなのがそこまで激しくならなかったので、そういうところは良かったかなと思うんですが、まあ、そういうこともあって僕は高校の時に、前に立って演奏に関する指示を出したりだとかする経験があったので、大学でもそういうポジションに就かせてもらいました。それでやっぱりこう僕が前に立って何か言ったことで演奏が変わるっていうこの作業がすごく、まあ、僕にとって面白いというか、こういうことをやっていきたいなと思うようになったんですね。ただまあそういうことをしている人って世の中にまあたくさんいますし、高校とか大学とか小さいコミュニティだったから、まあ、僕はそういう前で指示を出したりとかそういうポジションにいたけれど、社会に出た時に今の自分の音楽に関する知識とか、経験だけでそういうポジションを獲得できるだろうかということを思ったり、それと同時にそういうことを世間でやってる人たちの中には、まあ言葉をあまり選ばずに言うと、ちょっと間違ったことを教えているだったりされている方がいるということも、まあ、なんとなく感じていたので、自分がそうなってしまわないだろうかという不安が、すごく大きかったんですね。そこでちょっと思い切って、音楽大学に行って勉強することはできないだろうかということを考えました。個人的にも音楽の専門的な勉強をちょっとしてみたいという気持ちもあって、家族に相談をしまして、最初はやっぱり相当に反対をされましたが、まあなんとか理解をしてもらって、今こうして音楽大学、まあ、短期ですけどもね、なんとか通わせていただいてます。まあそういうことで、今音楽大学に通っておりますので、卒業後にはですね、まあレッスン業
みたいなことを、とりあえず始めたいなというふうに考えております。こうして YouTube を始めたのもそのまあレッスンとか、音楽関係の、仕事をすることになった時に少しでも知名度があった方がいいなと思ったので、こうして動画投稿しているわけですが、なんかねちょっと道を踏み外した感はありますね。もし僕の動画を見て、じゃあちょっとこいつにレッスン頼んでやろうかなとか思ってくださった方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ僕までご連絡ください。YouTube のコメントでも、Twitter でも Instagram でも、何でもお待ちしております。 Gmail のアドレスとかも確か、YouTube のページに書いてあると思うので、何でもいいです。ご連絡いただければ、できる限りお答えします。よろしくお願いします。第2章、女声両生類について話をしたいと思います。本日は長々ご視聴ありがとうございました。良いお正月をお送りくださいませ。ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ありがとうございました。